さあ、新潟大学行ってみたいと思います。皆さん、本日の長文は、記述説明がですね、まあ、書も含めまして、5題ございます。で、皆さん、もちろんこれちょっと全部やってるとですね、皆さん、視聴者の皆さんの集中力ちょっと切れてしまう可能性もありますので、皆さん、集中力をちゃんと続くような問題数、時間数となってくると、最初の3問がちょうどいいんじゃないかなという感じでございますので、記述説明、今から行ってみたいと思います。さあ皆さん、第一段落でございます。皆さん、注釈がございましてですね、こちら広告代理店、そしてドイツの自動車メーカー、そして促すですかね。皆さん、このあたり気をつけながら、皆さん、問いの一番ですね、下線部 A に相当する問題でございますが、もうこのタイミングで考えていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、書く場所なんですが、皆さん、下線部 A のところにですね、皆さん、ファンという話がございまして。で、皆さん、このファンが、皆さん、下線部の左側であれば、このあたりですね。で、下線部の右側であったら、このあたり。そして、このあたりですね。しっかり書かれておりますので、ということを考えると、皆さん、この下線部引っ張ったところ、このあたりを、皆さん、40字以内でまとめていただけるといいのではというところでよろしいかと思います。さあ皆さん、該当箇所を抜き出してみました。ちょっと皆さん見ながら聞いていただけると嬉しいかと思いますが、まず1箇所目ですよね。先ほど下線部を引っ張りましたが、メイクドライビングモアファンということで、皆さん運転をですね、楽しくすることでということです。皆さん、もう回答ちょっと下に書いてみました。運転を楽しくすることで。で、皆さん2つ目ですね、この波線のところです。People's behavior for the better ということで、人々の行動より良いものへ。そして、皆さん3箇所目ですかね。実際にはこのあたりかと思いますが、この四角括弧で食ったところですね。ナッチドライバーズ、トゥートライザーニューカーということで、まあ、新しい車に乗ろうとするだろうと、いうような発想というふうに一度書いてみたんですが、制限字数を超えてしまってるんですね。ですから、これを皆さん今からちょっと調整してみたいと思います。さあ、皆さん書き換えてみました。皆さん、新しい車へ促す発想。皆さん、こういう感じで訳してみるとですね、制限字数ぴったりというところに落ち着きました。で、皆さん、この青いところですかね。皆さん、ニューカーは皆さん、新しい車と書いておりますが、皆さん気づいてる方ですね。こちらと皆さん言い換えられますので、皆さん、新型エコカーですかね。これ皆さん採用していただいてもよろしいかと思います。ちょっと参考なさってくださいね。さあ皆さん、次の段落でございます。皆さん、また注釈がございましてですね。こちら、ウーデンプラン、駅名。そして、監視カメラの映像ですね。皆さん、この2箇所注意がございます。で、皆さん、一読をお願いいたします。さあ皆さん、続いて問いの2番でございます。皆さん、先ほどの段落の前半部分。こちらで皆さん、答えが出るかと思いますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、設問の指示にですね、仕掛けという話がございますので、何か一工夫しているところですね、普通とは違う、何らかの変化を起こしているところが皆さん見つかっているかと思いますので、それが皆さんヒントになるかと思います。で、皆さん、仕掛けはこれですよね。ステアケースイントゥアンエレクトロニックピアノということで、皆さん階段をですね、電子ピアノに変えたんですよね。まあ、コンバートしたという話がございます。ですから、皆さん仕掛けに相当するところがここと分かれば、あと皆さんその右側ですよね。1ステア、もしくはピアノということで、皆さん言い換えが進んでおりますので、ですからこの下線部引っ張ったところを皆さん40字でまとめていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、該当箇所を抜き出してみました。皆さん、2箇所ですよね。ですから、ザ・ステアケース、階段ですね。で、それを皆さん、エレクトロニックピアノ、まあ電子ピアノということですが、皆さんその次の文章ではピアノキーということですので、まあ鍵盤に変わってますよね。ですから、電子ピアノの鍵盤のようなものに変えて、
そして皆さん、そのキーの右側に説明が加わっておりますので、皆さんプレッシャーですね。まあもちろん圧力。それに反応して、で、ラウドトーンですね。まあピアノですから大きな音が出ますよということです。まあそういう仕掛けというふうにまとめていただけると制限字数40字に収まるかと思いますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん最後の説問でございます。皆さん注釈がですねついてまして、皆さんこの瓶ですね、これがイコールトラッシュ缶、そしてリグですね、うにゃうにゃするような仕掛けをしたという意味ですね。そしてプラメティッド、落下するというところでございます。で皆さん説問の指示にですね、2種類のゴミ箱の特徴と書いてあるんですが、皆さん1つだけですねこうお読みいただいた中から抜き出していただけるとよろしいかと思います。皆さん、ゴミ箱でございますが、まずこの下線部引っ張ったところですね、瓶、つまりトラッシュ缶ということでございます。こちらにしっかり書かれてまして。で、話の内容がこう、ダッシュでですね、しっかり具体的に言い換えられておりますので、でこの四角括弧ですね、くくったところ、皆さん、ここを書き出していただけるとよろしいのではないでしょうか。サムさん、該当箇所を抜き出してみました。このオレンジの波線のところですね。Each piece of garbage。このあたりから書いていただいてですね。で、皆さん、ゴミが、この棒線ですね、その後ですね。かなり下、かなり奥まで、落下したことを示す、インプライですね。で、最後皆さん、このオレンジのところにかけて訳出していただけると、綺麗なアニュン語に収まるかと思います。エコーもしくは反響音ですねを出す仕掛けがありますよというような感じで皆さんまとめていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。皆さん新潟大学ですね、皆さん今日は記述説明を扱いましたが、皆さんお役の問題も皆さんあるんですね。で、もちろんどちらもですね言えることなんですが、やっぱり丁寧な直訳、これ皆さん普段から頑張っていただきますと、ところで皆さん記述説明なんかは、和訳する箇所を特定するのはそんなに難しくないかなという感じがいたしますので、あとはだからしっかり和訳ができれば十分、合格点が取れるかと思います。で皆さんもちろんこのヤダツとスタディもですね、これが、なるべく練習できるようにですね、問題を選んでいきますので、今後ともよろしくお願いいたします。